大東区立一葉記念館専門員の橋本です。一葉記念館は明治の女流作家樋口一葉を顕彰するための記念館です。一葉の24年の生涯をたどりながら、一葉自筆の竹比べの未定稿であったり、和歌の短冊であったり、書簡ですね、そういったものであったりとか、実際に商いで使用していた仕入れ帳などを展示しています。あとは、一葉の愛用の品であったりとかも、展示しています。一葉記念館がある台東区竜泉は、一葉が実際に過ごした場所であり、代表作竹比べのゆかりの地でもあります。ぜひ一葉記念館にお越しいただいた際は、館内を楽しむだけでなくて、街歩きも合わせて楽しんでいただければと思います。